一つの作品を作るだけでもいろいろと行かなきゃ、地方とかいろいろと行かなきゃいけないから大変なんだなって思ってみたいです。図工とか絵を描くのは好き。いや、好きじゃないっていうか、なんかしたことない。あんま学校ではしない。なんかただ見てる方が楽しい。作るのが苦手だから見てる方が楽しい。好きだな。苦手ですね。まずは身の回りにある、不思議なものを集めて、その後にここに集めたものなどを使って、集めました。ダンボールとかでいろいろ作ったりする。ロボットとか自分で考えたやつ。新井真由美と申します。あとニナ・ビリマンでスイスから来ました。彼女はで、例えばこの人は藤井さんっていうおばあちゃんだったんだけど、おばあちゃんはいくつか食器を持ってきてくれて、でその代わりに腰のマッサージをしてくださいとお願いされたので、その代わりにこれをして腰のマッサージを私たちがしてるなと思って、影を使ってそこの形を作った。葉っぱがハートみたいだったので、葉っぱを一番下につけて可愛くしました。形とかですかね、なんか好きな形とか色とかでなんか判断しちゃうかもしれないね。なんか私は丸い形が好きなので、なんかあとはオレンジとか好きで、なんか丸いがなんかたくさんあったら綺麗に見えたりするんで、あーいいなとか思ったりします。今日行った中で印象に残ったのは、住んでるものを借りて住むっていうのが、なんか優しみんな地域の人優しいなって思いました。自分は無理かなと。でも楽しそうだなと思います。金を使わなくてもまあ物は借りられるんかなと思います。なんかブランコのとこから雨が降ってて、でその雫が落ちたのがこうなんか跳ねてるみたいな。瓶のかけらを並べた光に当てた綺麗なキラキラしたやつとか、蝶々とかがなんか本物かなって思った。暗いところ面白かった。顔が映る機械みたいなのがぶら下がってて、あと声が聞こえたりして、医者が話してるのかなって。
ったら、なんか人がいっぱい来るところで、なんか派手なものを作る。金色とか、みんながやらなそうなこと、みんなが、なんだろうな、面白いなって思うものを作りたい。